カピバラの露天風呂は偶然の産物です。1982年のある朝、カピバラの飼育員がお湯でカピバラのところを掃除している時に、お湯だまりにカピバラがこう集まって、お湯をこうお尻をつけると、そういうような仕草があって、これはお風呂を作ったらいいかなというふうにひらめいて、そこから全てが変わりました。 You've probably seen a capybara before. They're actually the world's biggest rodent. Native to South America, they are semi-aquatic and have webbed feet like a duck. Their eyes, ears, and nostrils are on top of their head so they can keep their bodies submerged for hours at a time.And people flock here to the Izu Shabotin Zoo in Shizuoka Prefecture because this is the birthplace of the Capybara Hot Springs. 朝のルーティーンは掃除をしたり、給餌をしたり、カピバラの様子を見たりします。お湯の温度をチェックしたり、健康状態を確かめます。野生下では外敵から身を守るために水辺で生息しているため、水を好みます。ここでは彼らがリラックスして過ごすための手段です。本当にお湯の心地よさを楽しんでいるのだと思います。カピバラ露天風呂には12頭のカピバラの家族が暮らしています。ふたまるはみんなのお父さんで、とても優しい性格をしています。ゆやは走るのが好きで、よく展示場を走っています。あわはやんちゃで、いつも走り回っています。ちいにはご飯が大好きで、いつもご飯を食べています。ベニテンはマイペースで、いつもお昼寝をしています。トリュフは子育てが上手で、いつも子供の面倒を見ています。ヨタケは水が怖いのか、いつも恐る恐る水に入っています。カピバラに囲まれて仕事をすると、とても楽しく仕事ができます。カピバラは動物園ではとても人気で、アイドルのような存在です。カピバラの温泉がすごい有名で、娘が生まれたので、娘に見せてあげたいなと思ったので来ました。まったりとした可愛い表情が好きですね。なんか癒されるっていうか、ね、こうやってお風呂入ってるところが面白くて可愛くて好きです。見る人をほんわかさせるというか、そういう気持ちにさせるので、皆さん集まってきます。 They are so beloved that there are regularly capybara hot spring soaking competitions and watermelon eating competitions that draw huge crowds. Suffice it to say, these capybaras are popular. カピバラは友好的で穏やかです。お客様がカピバラ露天風呂を見るのは、私たち全員が共感できる何かがあるからです。リラックスした姿に共感ができて、何時間も見ているお客様もいます。あとは露天風呂に入っている姿が癒されるって言うんですかね。見る人をほんわかさせるというか、そういう気持ちにさせるので、皆さん集まってきます。